察してちゃんの兄嫁。子供の面倒が大変で、息つく暇が。ちら。入園グッズ作るのって大変。下の子も邪魔をして。ちら。などなどを。全部、へいへいほう。でスルーしてたら。日本人なんだから、相手の立場を汲み取って、手助けぐらい申し出たら。と言われたので。つい、脊髄反射で。日本人だったら、スルーしているってことは、手伝いなんか嫌なんだと、相手の気持ちを汲み取りなよ。と言ってしまった。ぐちゃぐちゃに泣き出したけど、育児も裁縫も、頑張って自力で身につけたものを、あんたらのために使おうなんて、爪の先ほども考えません。兄も、見て見ぬふりしないで、ちゃんといさめろや。